今日はお集まりいただきましてありがとうございます。スーパーローカルバンド出場しております岡山県立岡山南高等学校でございます。本当に暑い中皆様ありがとうございます。水分補給しましょうか。<笑>はい、ちょっとここで水分補給していただいてほっこりしていただければと思います。暑い中ですけれども、浦島祭りの方がこうやって、開催できることを我々も非常に楽しみにしておりました。 先ほどお話がありましたように、前に岡山城で演奏しようっていうのが直前天守閣の手前まで行ってたんですけれども、雨で残念ということで、流れてしまって相当辛い思いしてたんですが、今回は、それをねこういう形でリベンジさせていただいて、
本当に恩返しができて嬉しいなと思ってたんですけれども、ちょっと恩返ししすぎたかなと。この天気がすごいことになってますので、どうか体調管理は十分、気をつけてお楽しみください。それでは、次の曲いただいてます。あ、どうもありがとうございます。オキャンスカーマからの声援拍手が本当に宝物でございます。よろしくお願いします。では次参ります。公式な岡山県の歌なんですけど、ご存知ですか？って私たちも最初はでした。知らんしっていうのが生徒の圧倒的な感想でしたけれども、桂木由紀さんと言われる方が歌を歌ってて、岡山を PR するため の, あのロックということで、こちらの方も実は演奏するにはいろいろややこしい手続きがあるんですけど、県の方にお願いを、しまして、まあ、県立高校でいろいろ岡山をアピールしたいのでということで、お願いしましたところ2つ返事をいただきまして、よしよしどうぞどうぞということで、演奏に、させていただいたというふうな、ことがございます。いよいよ、私どもの演奏をあと1曲残すことになりました。皆さんが、ご存知の、ウラジャ、こちらの方の、曲で、この演奏会、の方は、したいと思いますけれども、このウラジャの方も、当初の、ウラジャ実行委員会の、方の、まあ、熱い思いで、高校生が演奏するならどうぞ、編曲してくださいというふうな、許諾をいただいて、実施に、なった曲であります。最近ではこの曲をですね、鹿児島県の鹿児島市でありました全国高等学校総合文化祭、こちらの方のパレードと、マーチングステージの方で演奏させていただいております。今日はそれをですね、ちょっと鹿児島的な熱い気持ちで演奏しますので、ぜひ、お楽しみください。それではどうぞ。
岡山南高等学校の吹奏楽部の皆様、ありがとうございました。皆様、盛大な拍手をお願いいたします。まして第28回浦座2日目メイン会場下石公園での裏磨きを終了いたします。